韓国の情報機関は10月18日、北朝鮮がウクライナに1万2000人の派兵を決定したことを明らかにした。これは同日、ウクライナ国防省の情報総局長であるブダノフ中将が発言した。北朝鮮兵が1万1000人派兵されているという情報と一致するものだ。このうち2600人はクルスク州方面に特別ブリヤート大隊として最前線に送られるとの話もあるが、ブダノフ中将はまだ状況の全体像は分かっていないとも発言している。うわぁ、何人の北朝鮮兵がいるのかわからなかったけど、どんどん詳細情報が明らかになっているようね。うむ。まだ北朝鮮兵の派兵や最前線での活動を証明する情報が出てきていないので何ともだが、ウクライナ国防省と韓国の情報がある程度の一致を見せていることはかなり重要な要素だな。北朝鮮兵の派兵を要請した最大の理由は、やはり兵力不足だろう。ロシア中央銀行は10月18日、ロシアは2024年第3四半期の労働力不足が史上最低水準に達していると報告しており、特にそのジャンルは製造業だという。兵士を増員したことに加え、弾薬生産のために軍事工場の稼働率を上げざるを得なくなった結果、ロシアの産業界全体が今まで以上に打撃を食らっていることを示す情報でもある。さらにここ最近は、ロシア軍はこれまで以上に歩兵の損害を強いる突撃作戦を活性化させており、戦車や装甲車の被害も歩兵とともに甚大になりつつあるが、そのおかげもあってか、一部地域でのウクライナ防衛戦の突破がちょこちょこ見られるようになってきた印象ではあるな。いやー、突破されているのがなかなかしんどいところではあるわね。北朝鮮兵の派兵の話もあるし、新たに兵器の供与の話が出てくることはないんか。あるにはあるが、ウクライナ国内や支援国であるアメリカを中心とする西側諸国の課題も多く、ウクライナが敗戦に至る可能性は今のところないものの、勝利に至るまでの道筋が見えてこないというのも、なかなか悩ましい話ではあるな。ということで今回はロシア軍、経済が史上最低に兵士不足が末期状態で、労働力がガチで枯渇と題し、最前線におけるロシア軍の突撃作戦のさらなる強化、これに伴うロシア軍の兵士と労働力不足問題にかかる拍車や、おそらくは兵士不足問題を解決するために行われたとみられる北朝鮮兵の新たな情報、そしてこれらのロシア軍の脅威に対抗するための、ウクライナや支援国側の問題などについて、掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。ここ最近は東部戦線やクルスク州方面を中心に、各地でロシア軍の前進が相次いでいるが、これらの報道と同時にロシア軍側にも、これまで以上の甚大な被害が出ていることに注目したい。例えば、ここ最近ロシア軍が突破口を築こうとしているドネツク州クラホベ付近では、10月18日、ロシア軍によるある程度の規模の機構部隊による突撃があったことが報告されている。その時に迎撃したウクライナ軍第46旅団のドローンが撮影した映像がこちらだ。ある程度まとまった規模の装甲車両がウクライナ軍の陣地に侵入してきているものの、これをウクライナ軍のドローンが捕捉、複数のドローンによってこれらの車両を多数破壊していることが確認されているぜ。一連の攻撃の結果、戦車3両は完全に破壊され、損傷を含めると6両が戦闘不能に陥り、さらに歩兵戦闘車11両も戦闘不能に至ったことが判明。ウクライナ軍が撃退に成功したとのことだ。また、そこからさらに北、チャシブヤールの近くの戦場でも、現地を守っていた第79旅団が同じ程度の規模の機構部隊の迎撃に成功し、ロシア軍を撤退させたと報告しているぜ。これらの戦術的成功は、ウクライナ軍のドローン網をロシア軍が対応する前に、機構部隊によるかなり無理な突撃を敢行したところに最大の要因があると思われるな。ふむ。何回前もそんな話あったけど、ロシア軍、ウクライナ軍のドローンに対する効果的な対策を打てていないというか、ドローンの行動を制御不能にさせるような電子戦能力を持たないまま、突撃作戦を続けている印象ね。そうだな。ロシア軍はこれまで戦車や装甲車に対するウクライナ軍のドローン攻撃を防ぐべく、戦車に設置タイプのドローン迎撃用ジャミング装置などを1年以上前から色々と設置しているものの、今のところまとまった形で効果を発揮しているという報告は出ておらず、ジャミング装置側の問題なのか、ウクライナ軍の対策によるものなのかは不明だが、あんまり効果を果たしている様子は見受けられないな。他にもロシア軍はウクライナのドローンの対策として電子戦車両を結構な数、戦線に配置しているはずだが、
ウクライナ軍による破壊が相次いでいて足りなくなってきているのだろうか、あるいはそもそも数が少ないのか、これらの電子戦車両による妨害を受けずにウクライナのドローンが活躍している映像は、SNS 上でもいくつも確認できるぜ。あとは単純に、普通は電子戦車両による妨害を行った上で突撃作戦とかを行いたいはずなのに、プーチンやらロシア軍の上層部が早結果出せとか言って、電子妨害ができないのに機構部隊が突撃せざるを得ないのかもしれないわね。正直その可能性はめちゃくちゃ高いな。先ほどの映像でもそうだが、いくつかの戦線ではロシア軍はもはや戦車や装甲車など、飛行部隊に突撃の結果重大な損失を被ることを当たり前かのように前進し、そして撤退しているような印象が見受けられる。彼らは今やウクライナ軍の防御線の弱いところを探るために歩兵による突撃ではなく、戦車や歩兵戦闘車でも突撃をさせているようだな。ロシア軍、これまではバイクとかバギーで防衛線の突破を試みていたけど、なんか最近はまた戻ったというか、戦車や歩兵戦闘車による突撃も増えた気がするわ。理由は不明だ。ロシア軍では歩兵よりも戦車の方が価値が高いことは周知の事実だし、戦車や歩兵戦闘車を使ったところで破壊される時には破壊されるわけだが、そのあたりの不可解な行動もやはり、早く結果を出せという政治的な意向が強いのではないかと考えざるを得ないぜ。これはロシア全体の兵士不足と労働力不足に拍車をかけていることは事実だが、一方でわずかながらも一定の戦術的成功を収めていることは事実だ。ここからは、10月18日前後に確認されたロシアの戦術的成功と兵士不足問題について、触れていこうかと思うぜ。10月18日、ウクライナ東部戦線の要衝の一つであるチャシブヤールの戦場において、市街地南側のちょうどこの辺り、ロシア軍がチャシブヤールの川を越えて一部防衛線の突破に成功し、グレーゾーンを最大 3km ほど広げたことが注目されたぜ。これは先日、クルスク州方面でロシア軍の第二波攻撃によりウクライナ軍の占領地が広く奪還されたが、どの時以来のロシア軍の戦術的成功と言って過言でないぜ。なんと、とうとう長らく持ちこたえていたチャシブヤールでも防衛線が突破されてしまうとは、この流れは良くないわね。市街地南側からの侵入ってことはこれまでのロシア軍の戦い方を見れば、市街地の北側と南側から徐々に侵入して市街地を包囲するように戦線を伸ばし、最終的にはほぼ包囲されている状態から市街地を飲み込むっていう流れが見えてくるわ。うむ。残念ながらこれは、ロシア軍による無理な突撃作戦が成功した一つの事例とも言えるだろうな。チャシブヤールはウクライナ軍が陣取る市街地側が高所になっているのに加え、干上がってはいるものの南北に流れる川がロシア軍の機甲車両の侵入を防ぐ戦術的要衝で、この地理的要因が功を奏してか、かれこれ半年近く川の西側へのロシア軍の突破を防いでいたぜ。これまでの戦いの過程の中では、今回の南側への突出部の形成は最も大きなものであり、これからもう一度ウクライナ軍が川の東側へ押し返す可能性は十分にあるものの、これはチャシブヤールのウクライナ軍の戦力も、消耗し続けていることを意味するのかもしれないぜ。なるほど。電子戦でウクライナ軍のドローンを撃退するとかそういう技術はもはやないけど、とりあえず自国の兵士を消耗させるような作戦を展開していれば戦線は押し上げられるから、どんどん突撃させると、だけどこのままだと本当に兵士不足がやばくてモスクワとか都市部の人とか動員しなきゃいけなくなって、それはプーチンの支持率にひびが入ってやばいから、じゃあ北朝鮮の兵士使うかという流れすねー。これ、少数民族とか労働移民とかを積極的に突撃兵として使っていたことを考えると、北朝鮮兵も場合によっては無謀な突撃作戦に従事させるつもりなんか、北朝鮮側のメンツを潰すわけにもいかないから、そこまでするとはあまり思えないものの、まあ何をするつもりなのかはよくわからないしな。特に、今回の北朝鮮軍派兵の情報に合わせ、ロシア国内で労働力不足が史上最低水準になっている中央銀行が公開した情報にも注目したい。これはおそらくだが、単純にロシア国内の少数民族や労働移民が兵士として強制的に徴兵され、ウクライナの戦場で亡くなっているという話だけではなく、労働移民を強制的に徴兵しているという噂から、労働移民が急速に減っていることが、最も影響が大きいと言えるだろうな。つい最近、中央アジアの国として何人ものロシアへの労働移民を輩出していたキルギスは、9月にロシアから帰国して自国で収容するように労働移民たちに呼びかけ始め、数万人単位で大量の労働移民が帰国。過去4年間で100万人いた労働移民の数は、現在40万人にまで減少したと労働省が報告しているぜ。さらに、2024年3月に発生したモスクワでのイスラム系過激派によるテロ事件以降、
ロシア国内では労働移民に対する批判的世論も強くなり、ロシア政府も労働力不足のためには労働移民をより積極的に受け入れたいはずだが、政治的に労働移民たちを自国へ返すことを拒むことができていないという状況に陥りつつある。兵士不足に加え、労働移民たちの急激な減少にこそ、労働力不足の史上最低水準の記録の理由があるだろうな。なるほど、なんとなく、北朝鮮から兵士じゃなくてそれこそ労働移民を積極的に招いた方が、ロシアとしては建前上良かった気がするけど、ロシア国内で労働移民たちが受け入れづらくなったという別の事情があるんすね。だからこそ、ウクライナの戦場にそのまま向かってくれる北朝鮮正規軍を求めるしかなかったと、そのあたりの経緯は不明だけどな。いずれにせよ、これらの情報は、ロシアが従来の手法で兵力を確保することが難しくなってきたことを意味しており、ウクライナと同様、ロシアもこの戦争を終わらせるための決定打を失っていると言っていいだろう。しかし、ウクライナ側も状況が深刻であることはロシアとは変わりはなく、噴出する様々な問題にどう対応していくのか、アメリカをはじめとする支援国との根本的な調整が求められるところだぜ。ここからは、ここ最近確認されたウクライナ側の問題についても触れていこうと思うぜ。10月17日、ウクライナ軍の戦力強化においてかなり大きな問題が発生していることが、アメリカ側の情報から明らかになった。ウォールストリートジャーナル紙は現在ウクライナへの供与が始まっている戦闘機 F-16 について、アメリカ軍は F-16 のパイロットの訓練について経験豊富なパイロットではなく、若いパイロットの訓練に重点を置くことにしたという記事を掲載。この決定は、F-16 の供与スケジュールを何ヶ月も遅らせる可能性があるものだぜ。なんでや F-16 で運用可能な空対空ミサイルがあれば、滑空爆弾を積んだロシア軍の戦闘機を破壊できるだろうし、射程 700km 以上にもなる空対地ミサイルは、ストームシャドウとかと比べてもかなり在庫があって、ロシア領内への攻撃に使用できれば戦況を一変させるほどの決定打になるのでは？西側諸国の戦闘機供与が遅れれば、それだけロシア軍に占領される土地も増え続けることになってしまうで。そうだな。これはまたなんとも複雑な問題だ。もともと問題なのは F-16 自体の供与ではなく、実はウクライナ軍パイロットの訓練だと言われていたが、アメリカ側でなかなかパイロットの訓練が思うように進んでいない状況が明らかになっている。F-16 の訓練を行うためには何より重要なのは専門的な英語を理解するための英語力で、ウクライナ軍パイロットたちにはこのハードルが極めて高い。これに加えてここ最近判明したのは、ロシアとの戦い方で実戦経験豊富になっているウクライナのパイロットたちは、旧ソ連製の戦闘機の操縦技術に慣れすぎていること、そしてアメリカの教官役のパイロットよりも実戦経験が豊富であるという自信からか、アメリカ軍側が用意した基礎訓練過程をすっ飛ばして技術を学べるようにと申し出ているのだという、ウクライナの実戦経験豊富なパイロットと、アメリカの実戦経験が豊富ではない教官らに、多少なりとも意見の相違というか、圧力のようなものも発生しているのかもな。ああ、なんとなく理解できる話ですね。つい最近、F-16 で操縦していたウクライナ軍の優秀なパイロットの一人が、ロシア軍のミサイル迎撃の際に戦死してしまったという悲しすぎる事件があったけど、あの話も原因がよくわかってないし、やっぱり経験が豊富だからといって、F-16 とソ連製の戦闘機では使い勝手が全然違ったとか、そういう問題とかもあったのかしらね。パイロットの操縦ミスと今のところは報道されているので、今回のアメリカによる若いパイロットの訓練に舵を切ることにしたという決定に至った話である可能性は高い。今のところ、ウクライナ軍が勝利するまでの道筋には、西側諸国のまとまった規模の戦闘機が必要なので、この決定は今回の戦争のさらなる長期化を示す話になるかもしれないな。また、もう一つ問題として提起されているのが、ウクライナで実施された最新の世論調査だ。ウクルインフォルムが公開した情報では、ロシアとの戦争にウクライナが勝利することを信じるウクライナ国民の割合は、83% と十分に高い水準を維持、さらにそのうち、勝利の定義とは何か？という質問に対しては、ウクライナ領の全てからロシア軍を追い出すことが最も多い回答であったこと、さらにウクライナに勝利をもたらす可能性が最も大きいものは何か？という質問に対しては、西側諸国からウクライナのために供与される兵器について、制限なくロシア領内へ攻撃できるように許可することが最も回答数が多く、これは 47% というほぼ半数であったことがわかったぜ。特におかしな話ではなさそうだけど、ウクライナ国民が勝利に対する希望を捨てていないっていう話では？いや、これはまた本当に難しい話なんだが、確かにアメリカが供与するミサイルによるロシア領内への攻撃が認められれば、
ロシア軍の兵站基地に大打撃を与えることができるし、ロシア領内へのミサイル攻撃を渋り続けてきたことが、今のウクライナの苦戦の大きな理由だし、アメリカ側の判断の失敗であることはまあそうなんだけど、結局、もっとがっつり動員してウクライナ兵の数を増やして十分な訓練を実施しないと、ウクライナ領内からロシア軍を追い出すことができないんだよな。これはアメリカ国防省が主張しているが、ミサイルでロシア領を攻撃すれば戦局の好転には確実につながるものの、残念ながらそれは勝利のための決定打にはならない。勝利まで至るには厳しい現実ながら、さらに積極的なウクライナ兵の動員を受け入れなければならず、この事実は世論調査結果とは少々乖離がある。これは残念な話だが、ゼレンスキー大統領やシルスキー大将が士気を上げるためにと講じていた。楽観的な発言が悪い方向に傾いてしまったと言わざるを得ないかもしれないぜ。いやー、それはまた難しい話で、最近、ウクライナで徴兵対象の18歳から25歳までの年齢が動員されていないことで、アメリカから圧力を受けているなんて話も出ていましたけど、戦争を仕掛けられている側として、なんでそこまでせにゃならんねんって感情もあるしな。本当に何もかもプーチンが、アメリカの圧力を受けてなのか、ウクライナ議会もこの重要な問題について、18歳までの動員を受け入れることや、さらには女性の動員可能性について議論していることも、元総司令官だったザルジニー氏は語っている。これらの情報はウクライナ議会が、痛みを伴う改革を受け入れる可能性を示しているが、それがウクライナ国民にまで浸透するかはわからず、政治的に不安定になる可能性もある。さらにここを乗り越えたとして、集まった兵士の訓練のための資金や兵器の準備には、西側諸国のより積極的な支援が必要だし、最前線で今戦っている疲弊しているウクライナ軍には、早急に軍事支援が必要だ。もちろん、多くの判断はウクライナ国民の手に委ねられることになるわけだが、この戦争において、彼らが望む形に落ち着くことを願わずにはいられないぜ。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。